チャラリンコクッキング、はい、チャラリンコ、はい、本日の食材はね、春キャベツってことでね、冷蔵庫に1個ね春キャベツが余ってたんでこれ使います。うん、今が旬の春キャベツ。秋にね種まきされて3月から5月ぐらいの間に収穫されるんですよ、この春キャベツでね。巻きが緩くて結構軽いんだよね、まあ、これでね 700g なんだけど、賞味 600g ぐらいかな、家族分。うん、で今回はねそれ簡単です、もうすごい簡単です。で作り置きってことでこれ1個丸々使っちゃいます。うん、すごいね、もうつまむに最高なんですよ。うん、でも作っていこう。まずねこのキャベツをねもう半分で、やっぱね、あ、でも春キャベツにしたら結構詰まってるね。うん、でまあ春キャベツはささっと油で半生ぐらいにして炒めて食べても美味しいんだけど、それか生で食べるのが一番俺美味しいと思うんだよね。よく居酒屋さんとかでね、焼き鳥屋さんとかでこうザクザク切ってね、上に焼肉の塩だれとかね、ニンニクと塩とごま油とかかけたりするけど、でこれ半、ね、一口サイズぐらい、あんまり大きすぎても食べるとき大変だから、まあこんな感じに切ってもらえばいいかな。でね、だいたい一口ぐらい、でちょっと芯の硬い方はこの芯だけ取ってやって、まあ芯もね、あのこういうところもスープの出汁とかにね、使えばいいと思います。これぐらいに切って、でこれ芯の硬いところあるじゃないですか、ここはねこうやってスライスしてやって、細くスライスしてやって入れてやればいいです。そしたらね、このキャベツをね水で洗ってやります。でも柔らかいんだよね、皮はね。うん、うまい、甘みがあって美味しい。生のキャベツをモリモリ食べれるレシピでね。はい、でね、春キャベツね、これちょっとザルに開けて水気切っておきます。うん、やっぱねそのまま食べてもね甘くて美味しいです。うん、やっぱ春キャベツうまいな。うん、甘い、うまい。はい、じゃあねタレの方作っていきます。でニンニクね、ちょっと品種とか大きさとかにもよるけど、だいたいこれぐらいの大きさで、5個ぐらいね、これ全部みじん切りにしていきます。粗めのみじん切り、はい、したらね唐辛子ね、唐辛子小さじ1ぐらいをねこっちに入れてやります。輪切り唐辛子でいいや。本当はね青山椒があればいいんだけど、このねいつも僕が使ってるフォアジャオのホールを10粒ぐらい、まあこんなもんこれぐらい入れてやります。でね、洗った春キャベツ水気の方がだいぶ切れたんで、これをボウルにね入れてやります。ドキャッと、はい、とね、こんな感じでね、入れてやったら、でちょっとね、せっかくの春キャベツじゃないですか、これ。ね、ちょっとね、今回一種類の味なんで、なんかせっかくの春キャベツもったいねえなとかね、思う方いると思いますよね。こう、味噌つけて食べたいとか、マヨネーズつけて食べたいとか、ね、あるいは、うさぎちゃんみたいにむしゃむしゃそのままやりたいんだとか言ってもね、いるかもしれないですから、ね、ちょっとね、取っときましょう。ちょっとね、ジップロックなんかに入れて、このまま取っとけばね、好きな味で楽しめるっていう感じがありますんでね。ちょっと取っといて、ニンニクですね、さっきのね。これを入れてやります。したらね、フライパンでいいや、今日は。うん。で、ごま油ね、大さじ2杯。
大体ね、大さじ2杯。大さじ2杯分ぐらいやった。で、ニンニクとね、唐辛子、花椒、これをね、入れてやります。で、火つけてやって、これをね、香りが出るまで炒めていきますわ。で、あんま炒めすぎちゃうと、ニンニク、唐辛子焦げやすいんで、まあ、さっとね、香りがちょっと出てきたなぐらいで、日本酒をね、50cc 入れてやります。はい。えっとね、ちょっと煮立てて、お醤油もね、50cc 入れてやります。はい。で、これでちょっとね、こう温めてね、温めてやって、あまり醤油は沸かさない程度、温まれば OK。こう、ふつふつとして、あんまりワクワクさせちゃうと、醤油のなんか、エグさが出ちゃうんで、これぐらい。はい、OK。で、これで完成。はい、したらね、この出来たてのこのタレを、いいですか、ここにね、全部かけてやります。ひゃ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 、熱いうちにね、熱いうちにかけてやると味が馴染むんで、熱いうちにかけてください。全部入れます。よく絡める。ああ、もうすっげえニンニクのさ、いい香り。やばいな。そしたらね、最後の仕上げに、塩をね、少々。あとね、胡椒。ブラックペッパー。ね、ブラックペッパー、粗挽きのやつをこれ好みでかけてください。塩胡椒を最後にね、してやる。これポイントっす。で、僕結構ね、胡椒が好きなんで、結構しっかり。これで台湾風やみつきキャベツの完成です。でこうやってね、すぐに食べてもいいし、こうやってね、タッパーに入れて、ね、密封して冷蔵庫に入れとけばね、保存がね、花椒入ってるからね、5日から6日ぐらい保存できます。庫内温度5度の中で入れとけばね、1週間ぐらい持つんで、でやっぱ3日4日経つと今度ね、漬物みたいな感じになるんですよ。で2日ぐらい経つと今度漬物みたいな感じになって、ちょっと台湾風のキャベツの漬物みたいな感じになってね、また違う美味しさがあるんで、ね、ぜひやってみてください。はい、じゃあ口いただいてみましょう。まずはビールから。やっぱこれを食うときはね、これを食べるときはやっぱ冷たいね、こうノンアルだけど、あんまビール飲めないからノンアルで失礼なんだけど、ね、しかもね、体を思う内臓脂肪を減らすって書いてあるんですよ、ここにね、素晴らしい機能ですね。はい、じゃあビールじゃないけど、まあね、発泡酒とこのね、キャベツいただきましょう。はい、じゃあね、まずはビールから。はい、じゃあお疲れチャラリンコ。はい、いただきます。ね、はい、いただきます。うん、はい、おいしい。なんか春キャベツの甘みに、このニンニクと唐辛子の胡椒のスパイシーさが効いてて、なんともこれは癖になります。もうちょっとニンニク効かせてもよかったかなって感じもしますけどね。うん、うまい。うん、いや、うまいっす。めちゃくちゃうまいっすね。春キャベツのシャキシャキ感がたまんないっすね。うん、ということでね、今回はね、春キャベツを使った台湾風春キャベツを、紹介しました。これをね、作ってみたい、美味しそうだなとかね、思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、ポチリンコお願いします。また見てねー。まあ、いいよ。